あら、つぼみがついてるわよ。これ咲きそうじゃないですか。あれとか言ってる間に開きそうになってきてる。他にはついてないんだよな。オクラより先にパッションフルーツの花が咲きそうになってますけど、君たちどうなってんの？ただいま10時過ぎでございます。あっという間に咲いたな。じゃあこれも人工授粉すっかね。ちょっと高い位置にあるからさ、撮影できないんだけどね。久々どころうまくできるかしらね。なんだか順調に育っておりますね。しかし他に花が咲かないのが残念よね。オクラはさ、なんかようやく花がつきそうな感じになってきたんだけど、あっという間になんかアブラムシにやられちゃっててさ、難易度高めじゃねって思うんだけど。ではいよいよ10月になりましたので、ミョウガは9月いっぱいっていう話でしたのでね、なんだかできてそうなミョウガを収穫してみようと思います。なんかずいぶんできてそうじゃね。もうちょっと待ってもよかったかな。今年暑いもんね。いた、こんなでかいのが。というわけで、なんと気づいたらこの一鉢でこんなにミョウガが取れたやないか。最初はどうなることかと思ったけど、思いがけず大収穫。これちっちゃかった。これはあるんだけど、ちょっと深すぎてダメだな、ちぎれちゃうな。こんなもんかな。でも意外とあったな。そしてラスト、これはあまりなさそうなんだよね。いそうかと思ったら全然ちっちゃかった。この鉢はちっちゃいな。最後が一番少なめのこんな感じ。トータルではこんなにたくさんのミョウガが
取れましたね。今年は大成功ですな。だからミョウガも日向で育てた方がいいのかもしれない。というかベランダ菜園は日陰と考えていた方がいいのかもしれないね。自然に枯れるまで引き続き同じように水やりしてお世話していけばいいのかね。あら、オクラ、初めて花が咲きそうになってます。こんなちっこい状態でも咲こうとするもんなんだね。